はい、今日やってきたのは久しぶりの初島です。釣り人何人ぐらいだろう、15、6人はいたかな、釣り人、ね、最近調子悪かった初島ですけど、これだけ釣り人がいるのを見るとかなりね、良くなってきたんじゃないかなと思ってます。この向こうではテレビの撮影なんかもしてて、今日は賑やかな初島です、ね、頑張ってみたいと思います。秋田君、頑張ろうね。来たよ。抜けないで。OK。やっとだよ、ほんと。37だ。OK、37ですね。よいしょ。来たよ、秋田さん。来ました。あ、ここダメだよね。ここ根があるとこじゃないの？ここ根があるんだよね。やべ、こっち来て。こっちに来て。やべ。あ、そっち行っちゃったらダメだ。そっち行くのやめて。あ、来た。よかったね。ありがとうございます。背中向けてるわ。いや、これはちっちゃいよね。さっき釣ったのが一番大きいね。
ました。嬉しいです。これ結構浮いてんだね。飲んでるもんね。これも何センチあるかだけ測ってみますね。これで30はあるんですよ、ね、これおお、これも36ある。まあ37ちょっとないぐらいですね。36.5 って感じですね。ほらね、だけど本当嬉しいよ。すごく嬉しい。今日ちょっと途中で諦めかけたもんね。そうですね。つまんないとこ置いたと思ってね。ねえ。こいつはこれこいつあれ37センチあったんじゃないの？ちょっともう一回だけ測っていいですか？ちょっとしつこく測ります。もう一回測ります。37センチで1匹いたんだもんな。ああ、やっぱりないや。やっぱりない。まあ、36.5 だね。やっぱりなかったっす。すいませんでした。大丈夫？ウツボに食われちゃうんじゃない？そんな血抜きしたら。ウツボが出てきちゃうんじゃない？大丈夫かな？ウツボ。この手前の穴のここに入っていったら本当ショックだよ、また。またかっていう。磯もそうなんですけど、こういう堤防とか岸壁なんかで魚釣りする人は必ずこうやってコマセを流して入ってくださいね。これ特に夏なんかはこのコマセに虫が湧いてですね、本当に大変なことになりますから。あ、水。ありがとうございます。あ、いよいよ。